ご機嫌。おはよう、リカ。朝からずいぶんご機嫌のようですわね。サトコ、ちょっと北条さん。そのおっしゃり方はリカさんに失礼なのではございません。ごめん、遊ばせ。私、リカと話をしていますの。部外者はすっこんでろですわ。なんて乱暴な言葉遣いなんでしょう。サトコ、最近あまり話す機会もなかったわね。一度放課後にゆっくり時間を。ねえ、リカ、いい加減猫をかぶるのはおやめくださいませ。こんなのはちっともリカらしくありませんわ。私は一緒に進学したいというあなたの願いを叶えたくて、あんなに一生懸命頑張ったんですのよ。それは。サトコ、やめて。それこそ頭がどうにかなっちゃうくらい勉強したんですのよ。リカの夢を私が叶えて差し上げたというのに。黙って。ここは雛見沢分校じゃないの。あなたもいい加減にセントルチア学園にふさわしい立ち振る舞いをした方がいいわ。入学式の理事長みたいなことを言いますのね。あなたのために言ってるのよ。もういいですわ。本当にもうたくさんですのよ。分かっていますわ、リカ。ずっと田舎暮らしだったんですもの。洒落た空気に当てられて少しおかしくなってしまっただけなんですのよね。楽しかった雛見沢の日々を思い出せば、きっとすぐに元のリカに戻りますわ。リカ様、ごきげんよう。ごきげんよう。リカ、すっかりふぬけてしまった目を覚まさせて差し上げますわ。久しぶりのトラップの味はいかがでございます。大丈夫ですの？え？誰ですか？こんないたずらをしたのは。あなたたちは保健室、他の生徒は今すぐ教室へ行きなさい。違うんですの。私、そんなつもりでは。北条さん、一緒に来てください。どうして私が。あなたがあのような仕掛けを作るのが得意だと生徒の一人から聞いています。防犯カメラであなたが昨夜寮を抜け出していることも確認しました。何か申し開きはありますか。いや、嫌ですわ。私、こんなところ、出して、ここから出して。そんな、私はなぜ。やっとですのね。
あなたは2年生から特別クラスに編入されることになりました。ひなみざわ文庫初代部活メンバー再集結。清く正しい生活に慣れた諸君が泥をすすっても勝利をつかむ部活魂を失ってはいないだろうか。再びひなみざわに集結せよ。諸君の血を血で洗う時が来た。ひなみざわ、楽しみでございますわね。とても楽しみなのですよ、みっぱー。でも久しぶりにみんなで集まってすっごく楽しかったよね。そうだな。うん、はい、なのです。ミオさん、この後どうするんですの？沖ノ宮に戻ってエンジェルモートで食事でもしよう。ひなみざわからまた離れますのね。どうしたの、さとこ？私、少しひなみざわを散歩しようと思いますの。え、だったらみんなで。せっかくですけど、一人で歩きたい気分ですのよ。じゃあ散歩が終わったらエンジェルモートに電話して迎えに来るから。わかりましたわ。気をつけてね。お店で待ってるわ。ええ、待っててくださいませ。いよいよ分校も取り壊しか。あの建物も栄林所時代から随分長く使ってたからな。去年の雪で崩れてしもうたんよ。住むもんがいなくなるとすぐ痛みよるんね。あ、ここは昔屋根によじ登って中に入ってしまったことがございましたわね。今でもお社様は私を許してはくださらないのでしょうね。何の音ですね。笑いなり悲しみ分け合い、かけがえのない特別な場面、絆はずっとここにあるよね。無自覚に打ち鳴らす鼓動を、この中から、命の証明、起きるかけがえの後ろの照明、天高く描かれた。久しぶりであるな、人の子よ。